どうも、こんばんは、エデムです。さあ、今回は復刻しました歪んだ楽しみの超級やっていきたいと思います。使っていくのは前回同様断罪有馬のパーティーですね。まあこの歪んだ楽しみの攻略実況はですね、2回目になるんで、前回ひなみ本ひなでやったのかな、本ひなにまだあれ SSR プラスの袋を入れてた頃だったんでね、ちょっと懐かしいんですけど、断罪有馬でやっていきたいと思います。フレンドの、断罪有馬、メインにホロー、サブに新たプロートですね。僕の断罪は三角させた後に、メインホローに、サブ鳴神です。鳴神三角をつけてます。平子はフル覚醒させてます。いやー、なんか久しぶりだから全然覚えてないんやけど、確かニコがいたんだけど、ニコ無視してたのかな。ここもよくわかんないし、どうしよっかな。これ当たっかな、これ。この角度当たるよね。いけー、一発死んだろうか。オーケー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 。お腹痛えっつって62万。うん、今振り属性だったっけな、有利だったっけ。あら、あー、やっべ、まずった。泣き倒すだけでいっちゃうんだ次。いい、マジっすか、これまずったな。できればフレンドの断罪もスキルを貯めてね、行きたかったんですけど、しかもやっべ、不利属性で来てるっていうか、ランダムなんだろうか。確か今回の、入見さんは固定だったような気がするんだよな、属性。ここ平子で殴るより、確か平子ってこの攻撃力アップするんですよね、連携した。なんか壁役したいんだけど、壁少ないな、これ勝てんぞ出血させられたし、これ勝てんのじゃないかな。不利属性だしさ、2人とも。さあ始めよう。これまずくね。あ、これまずいぞ。壁行け、壁の方行ってくれ、頼む。あー、いい位置だけど、俺の断罪からじゃダメなんだよな。さあ一応スキル打ちますか。これ2個倒したらやばいんだっけ、なんかそういう感じだったような気がする、覚えてないけどさ。どうしよっかな、これで当たりそう。あー、減らねえな、これまずいぞ。断罪で来るんじゃなかったわ、今更後悔しても遅いっつうの。スキル届くかなこれ。うーん、届かないか。断罪に当てつつヤモリにちょっかいかけよう。ヤモリにね、この壁役ができる、あ、まあ、箱壊してほしいな、とりあえず。まず出血か、つら。平子倒されるとちょっとバフ要員がいなくなるんやけど。この一撃耐えられるか、辛いですね、この戦い。結構バックアタック狙おう。もうちょっとの 1.2 倍でもかけないと、これ油断すると負ける。範囲か、これ。うわー、範囲か。うわっまずいぞこれ。フレンドが新たプロトでよかった。あー、これはやめて、こっち来ないで、頼む。おー、オッケー。これ壁役いけるな。平子のバフかけて、これどこまで持っていけるかなんだよな。バックアタックだったらなおよしだったんやけど、いけないじゃん、やべ。これでいけるか、頼む、行ってくれ。オッケー、62万。あー、断罪死ぬなこれで。フレンドの断罪死亡と。平子やめて。連携ダメージ150ってことは、有馬の連携ダメージどれぐらい入るんだろうな。よいしょ。有馬、俺の有馬が死んで平子でギリ倒せるぐらいになるんだろうか。なんでここちょっと有馬との連携を狙っていきますね。なんか今回はサクッと勝てずに、すげえ初見じゃねえのに初見攻略みたいになってんだけど。いけ、よし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 
70ぐらい出てたかな今。出血か、つらいな出血。あ、これいけそうだな、これいけそうじゃね。調子乗って壁役とかしちゃったけど、当たればいけるんじゃね。よっしゃー、いけたわ、楽しいわ。あー、なんとかいけた。あぶねー。ということで今回は歪んだ楽しみ長久復刻したね、歪んだ楽しみの長久を、断罪有馬のパーティーで、まあちょっと苦労したんですけど、なんとかクリアできました。確か前回そこまで回ってなかったから、あと1か2ぐらい残してヤモリフル覚醒させてないんですけど、まあ今回ねしっかりフル覚醒させていきましょう。ということでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。